さて、お時間になりました。ここからはモバイル対応も簡単、デザイナーのためのミューズ5原則、魅力的なウェブページ作りの奥義と題しまして、クリエイティブエッジスクールブックスの酒井裕二様にご登壇いただきまして、ミューズの使い方、そして最新の機能などをご紹介してまいりたいと思います。では皆様、酒井様に拍手をお願いいたします。酒井さん、今日は、はい、実はまだ、サービスを開始していない、うん、これから出てくるミューズの新機能なんかもいろいろと見せていただけるというふうにお話を伺っているんですけれども、はい、世界に先駆けてですね、これからのミューズを、ぜひ紹介したいと思います。かなり驚くべき部分がいろいろあるかなと、はい、すぐ使いたくなると思いますけど、まあ、もうちょっと待っていただいて、今日じっくりどういう機能になったかというのを見ていただければと思います。では皆さん、ぜひお楽しみにしていてください。じゃあ酒井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ミューズの、ここはDTP の、セッションなんですけれども、ウェブのツールということで、デザイナーのための、ウェブツール、ミューズの紹介になります。今日のセッションの情報はですね、こちらに、まとめますので、まあ、後ほどまた最後に紹介いたします。クリエイティブエッジスクールブックスという一人出版社なんですけれども、一人で、企画制作、そして、ストアの運用、販売、マーケティングと、全部一人でやるという、死に物狂いの仕事をやっております。で、映像コンテンツ、それからオーディオブック、書籍を企画して一人で出しています。今ウェブキャストと、それからこちらは書籍ですけれども、これを監修という形で先月発売しました。今日の内容なんですけれども、2つにちょっと分けてます。一つはですね、今のミューズの話、そしてもう一つは、これから出てくる、まあ多分、まあ、年内だと思いますけれども、新しいミューズの話、両方したいと思います。ミューズがまずどういうものかというところからお話しして、そして、こういうふうに変わるよと、新しいミューズはこう変わるよというところを、じっくり解説していきたいと思います。でまずミューズなんですけれども、まあ、これはウェブページを作るソフトなんですが、デザイナー向け、主に紙媒体、つまり DTP をやられている方とか、グラフィックデザインをやられている方向けのですね、ウェブツールという非常に特殊なカテゴリーのツールなんですが、まあ、ページを見ていただいてもですね、こういうふうに書かれています。グラフィックデザイナーのためのウェブ制作ソフトというふうに、製品ページの方にも書かれているぐらいなんですけれども、でドリームイーバーという製品がアドビにあります。これはウェブデザイナー向けのウェブ制作ツール、ミューズはウェブデザイナー以外のデザイナー、もしくは、まあ後で紹介しますけれども、広報の担当者とかアーティストの方とか、まあ、HTML とか CSS がよくわからない方でも使えるというのがミューズです。ですから、差別化、きれいに差別化されてまして、まずウェブデザイナーの方はドリームイーバーなりコーディングをすると、で HTML、CSS を使わずにページを作る、それはミューズでやるというふうにきれいに分かれています。でウェブサイトの種類をですね、ちょっと見ていきますと、まずシングルページサイトという、まあ、1枚だけのですね、チラシみたいな、フライヤーみたいなページ、シングルページ、そしてそれの長いやつですね、時々検索すると出てくると思いますけれども、シングルロングページっていうのがあります。そして、軽量サイトっていうのは、まあ、10ページ以内、実は中小企業のウェブサイトはもう大半がこの軽量サイトなんですね。ページ数が少ないものです。で一般的にこう階層構造を持つ、一般的なサイト、そして、もう数百ページに及ぶ大規模なサイトというふうにあるわけです。でミューズはですね、このシングルページとか、軽量サイト、このあたりに非常に力を発揮するですね、ソフトになっています。で5つの特徴なんですけれども、
まず HTML、CSS を一切必要としないと、逆の言い方するといじれないようになっています。 HTML も CSS も一切触れないようになっています。でマウスドラッグでページを作成していくと、モバイルのページが簡単に作れる。でサーバーがなくても公開できる。公開したページをブラウザーで編集できるというような特徴があります。で、このマウスドラッグで作る、これ後でまあデモンストレーションやりますからどういうものか分かる、理解できると思うんですけれども、ドラッグして、イラストレーターを使うように作っていくというふうなイメージでいいと思います。そして、モバイル向けのページなんですけれども、これはですね、ちょっと2つ分けて言いますけれども、まず今のミューズは、こういうふうにですね、2種類のページを作ります。パソコン向け、パソコンのような大きい画面で見た時のページ、それからスマートフォンのような小さい縦長のですね、画面で見た時のページというのを作っておきます。で、スマートフォンでアクセスすると、そのスマートフォン向けのページが自動的に表示されるという仕組みになっています。これが今のミューズなんですが、これから出てくるミューズは作り分けをしなくていい、良くなります。これは後でちょっとお話ししますけど、ちょっと微妙ですね。これからやろうという人はですね、今のミューズだとこういう2種類作らないといけない。これから出るミューズだと作らなくていいと。作らなくていいというふうに思った方がいいと思いますけれども、サーバーがなくても公開できるというのは、ミューズというのはパブリッシュという機能がありまして、指定したサーバーに FTP すると。レンタルサーバーがあって、その情報を入れてですね、ミューズから FTP する。でもう一つはですね、Adobe のホスティングサーバー。これは、Muse のユーザーであれば、無料で、5つまでですけど、5つのサイト、ドメインで、サイトをアップできるということで、レンタルサーバーが持ってなくても、契約してなくても、公開できると。そして、公開したウェブページをブラウザーで修正できると。例えばね、こういうことができます。Muse を使ってページを作ってる人、そして、ミューズを持っていない A さん、例えばクライアントの方でもいいです。ブラウザーでチェック、修正できますよっていうことで、この A さんをですね、管理者ユーザーとして登録することができます。これはミューズの管理ページというのを出せまして、そこでメールアドレスを登録してあげると、このミューズを持っていない A さんがですね、ブラウザーでページを表示して、そこで文字を打ち替えたり画像を入れ替えたり、リンクを設定したり、レイアウトまではできないんですけども、文字の修正とか画像入れ替えはブラウザ上でできてしまうと。つまりミューズを持っていない人でも一緒にチームを組んで共同で作業ができるという機能があります。こんな感じですね。ミューズで公開をして、でもブラウザで見えます。でその登録した人はブラウザ上で編集ができると。そうするとそれが自動的に同期して、ミューズのデータとですね、もちろん聞いてきます。同期しますかって聞いて、同期しますってやると、パソコンの中のミューズのデータ同期します。ですからブラウザで修正、ですからあまり知らない人を登録するということはないと思いますけれども、いたずらされるともぐちゃぐちゃにされますけれども、ちゃんとチームを組んでですね、登録してミューズ持ってない人でも修正作業に加われると、そういう仕組みを持っているということです。でミューズで実現できることということで、ウェブデザイナーの方向けのツールではないという話はしました。でグラフィックデザイナーとか中小企業の広報の担当の方が自分で作ったり、それから作家とかアーティストの方が非常にビジュアルデザインを重視したページを作るとかですね。でこれがですね、実は意外と多くてですね、私が2013年に、US のですね、メーリングリストで DTP のデザイナーの方がランディングページを大量に受注しているという話が出ていて、その時にミューズを使っているっていうのを初めて聞きまして、あ、そんなことできるんだと思って、そこから注目してるんですけれども、その反則ツールと一緒にですね、ランディングページとかプロモーションページも受注してしまう。でそれはもう DTP のデザイナーが作ってしまうと、ページをですね、ということが2013年から増えていて、これは日本でも大量にランディングページ、プロモーションページ作られてますので、ここは開拓できるんじゃないかと。つまりそういう部分にミューズが使える。
それから企業がですね、顧客のリストを持っていてニュースレターを配信するときに、例えばセミナーの情報とかですね、新製品の情報をこう PDF でリンクしたりしていたわけですが、それをですね、ウェブページ、まあ、チラシのような1ページ、さっきのシングルページですね、そこにリンクするようになったら、非常にそこから申し込みが増えたという話があって、だったらばそのもう候補の人がページを作れたらいいじゃないかということで、このミューズが使われ始めたという例があります。ですからこれはデザイナーさえもう入っていない、候補の人がミューズで作るということですね。そしてアーティストの方とか作家の方がですね、まあ個展グループ展を紹介するためのページをブログとかホームページ以外のもっと自由に作れるグラフィカルなページを1ページ期間限定のですね、それも結構需要があって、そういう部分でもミューズが使われ始めていると。じゃあそういうミューズをですね、ぜひ覚えておいてほしいという使い方がありますので、それを紹介したいんですけども、その前にですね、本当ですね、デモをちょっと最初見ていただきたいんですけども、今ですね、そのパソコンだけじゃなくてスマートフォン、タブレット、いろんなデバイスで、ウェブページっていうのがこう見られるわけですね。で今こうくるくる回ってますけど、これまあ HTML でアニメーションさせてるんですが、今のページの作り方っていうのをちょっとイメージとして最初に見ていただきたいんですが、スクリーンの幅が、例えば今パソコン広い画面で見てますけども、まあ、タブレットで見た時にタブレット用のページのデザインを見せた方がいいわけですね。でさらにスマートフォンで見せた時にはそのスマートフォン用のですねデザインで見せるのがいいと、まあ、例えばこんな風に、まあ、イメージですけれども、こうやってですね、このスクリーンの大きさに合わせてデザインを切り替える、しかも1ページで、これをやるのが今の作り方なんです。でもっとですね、分かりやすい例をちょっとお見せします。これはですね、こう対談のページ、架空の鈴木一郎さんと山田太郎さんの対談のページなんですが、パソコンで見たときはこう3段、横に広いですから段組で見せた方が読みやすいわけですね。でもタブレットだとちょっとこれでは文字が小さいと。タブレットの時はこう2段組にすればいいわけですね。スマートフォンだとこれでも小さいですよね。スマートフォンだとこうシングルカラーにすると、こういうふうに1ページでいろんなこうデバイスに合わせてですね、最適の見せ方をすると、これがまあレスポンシブデザインという開発のアプローチで、かなり支持されているやり方なんですね。で以前からですね、ミューズでこういうの作れないんですかという要望がたくさんメーリングリストに来てたわけです。で私は個人的にもう絶対無理だろうと、ドラッグ&ドロップで作るツールにですね、こんなページ作れるはずがないと思ってたわけですが、その機能が入ったんですね。ですから今日はちょっとこの後後半はですね、どうやってドラッグ&ドロップでこういうページを作っていくのかというところをちょっとお知らせしたいと思います。でその前に、基本的なところですね、まずミューズの使い方の基本的なところっていうのをですね、ちょっとお見せしたいと思います。で、ミューズというのは、もうとにかくイラストレーターと同じです。もうとにかくマウスを使ってこう作っていくという、他のウェブツールと全然違うんですね。そしてテンプレートから作るみたいな感じじゃないんです。もう真っ白な画面から作っていく、まさにイラストレーターで絵を描いていくように作っていくので、素材は用意しとかないといけません。そしてもうクリックしたらもう公開、パブリッシュでもう公開されできますから、もう公開しながら作っていくと、もうブラウザーですぐ見れる状態で、そして部品として扱うという、後でちょっと紹介しますけども、部品として扱って、例えばコラムの部分、タイトルの部分、そして引用の小さな囲みとかですね、全部部品にしておくんですね。それを組み合わせながら作るということができます。でそのための基本テクニックというのがあります。
これをちょっと紹介したいと思います。で、まあ、シングルページサイトというのは、まあ、こうやって1ページを作っていくんですね。1ページしかありませんから長い1ページを作っていくと。で、軽量サイトというのは、こうやってページをどんどん追加していきます。必要な分だけページを追加して作っていくと。で、階層構造型の、まあ、一般的なサイト、これはまあこうフローチャートみたいな感じに、これもマウスでですね、ページを増やしてドラッグしてフローチャートみたいにして作っていきます。例えば製品ページの下にカテゴリーがあって、でその下にさらにまたページがあるみたいなですね、そういう階層構造にするっていうやり方ももう簡単にできるということですね。ですから、まあ今ね、多分増えてるのはこのシングルページサイトっていうのは非常に増えてます。1ページだけのページですね、シングルページウェブサイトとかワンページウェブサイトと呼ばれているものが非常に増えています。で、部品として扱えるというのは、例えばですね、このライブラリーっていうのがパネルがあって、ここに部品としてどんどん登録できるんですね。でそれをこうドラッグするとこういうふうに部品としてページに出てきます。で文字を打ち替えたり画像を入れ替えたりと、たくさんレイアウトパターンを作っておいて、そしてそれを登録しておくんですね。でそれを、まあ、例えばデザイナーの方に作っておいてもらって、それ以外の人がそのデザインパターンをどんどん組み合わせて作っていくと。で今の情報、最新情報で入れ替えていくと、すごい早くできるわけですね。ですからこれもミューズの特徴で、これもですね覚えておく。そして、基本テクニックということで、まあ、これはですね今4つ書いてありますけれども、まあ、デモンストレーションを見ていただいた方が早いと思いますので、ちょっとお見せしたいと思います。で、今立ち上げているのはですね、今のミューズです。後で立ち上げるのは新しいミューズです。ちょっとややこしいんですが2種類ちょっとありますので、で、まあ、こんな画面になっていてですね、実は機能がすごい少ないんです。ミューズというのは本当にマウスで作っていくので、ちょっとですね、じゃあやってみましょう。テキストファイルを今読み込みます。でこんな感じで、これはテキストのファイルを今読み込んだんですね。でここで普通の、まあ、テキスト字体を決めたり、そして、文字サイズを決めたり、まあ、普通のあれですね、テキストツールと同じです。まあ、こんな感じでもう全てマウスで操作をします。じゃあちょっと画像を読み込んでみます。これものすごい大きいちょっと画像になってますが、で画像、今これはフォトショップのですね PSD ファイルを読み込みました。レイヤーがある場合はレイヤー、どのレイヤーを読み込みますかって聞いてきますけど、これは一つのレイヤーになってますんで1個の画像になってますけども、まあ例えば、まあこれも全部こうドラッグ&ドロップですね。で、例えばですね、これカットしてこのテキストの中にペーストします。入ります。でここで回り込みっていうですね、機能があるんですけれども、ここで間隔を決めたり、こんな感じですね。今もう全部マウスだけでやってます。というふうに作っていくんですね。ですからミューズってどういうふうに使うのと、使い方はどうするのと言われたら、ひたすらマウスで作ってくださいというしかないんです。機能がないんです。もうとにかくマウスで組み立てていくと。これで、ちゃんと HTML それから CSS っていうそのウェブの技術でちゃんと裏側ではですね記述されてるんですね。こう自由にできますね。でこういう形で作っていくわけですが、ちょっとテクニックをいくつか、じゃあまずレイヤーをちょっと重要なのでレイヤーの方をですね紹介したいと思いますが、
今4つここに正方形がですね4つ並んでるわけですけども、こうやってここに文字を入れたり写真を入れたりっていうふうにこうページを作っていきますけども、効率よく作るためにはですね、レイヤーをですねうまく使うということが必須になります。ちょっと拡大します。レイヤーパネルおなじみですね、フォトショップ、イラストレーターにも必ずレイヤーパネルがあります。で今ですね4つレイヤーを作ってあります。でこの上のレイヤーにこの正方形がこう入ってます。でこの中で例えばですねマゼンダ、これは一番こう下にあるわけですね、こう下にあります。でここのここでドラッグしてこう変えることができるんですが、実はですねこれ複雑なレイアウトのページを作っていくと、このドラッグでレイヤーをやっていくともうぐちゃぐちゃになるんですね。例えばものすごい、長いレイヤーになりますから、そこをドラッグでこうやるとですねこうだんだん手が震えてきてこう別のところに行ったりっていうことになるので、コンテキストメニューを使ってほしいということですね。例えばじゃあこのマゼンダを、今こう下にありますよね、上にしたい場合はここで右クリックしてアレンジの最前面と、こういう形でメニューで動かしてほしいと。例えば、レイヤーに移したいという時もこうマウスドラッグではできるんですが、複雑なレイアウトになると大変なので、例えばじゃあこのマゼンダをですねレイヤーの3番に入れたいと、右クリックしてレイヤーへ移動3、そうするとここに入ります。じゃあこのグリーンをレイヤー2に入れます。右クリックしてレイヤー移動でレイヤー2と、もうあっという間にレイヤーを振り分けることができます。これはじゃあレイヤー1に入れます。たくさんレイヤーがあってなんか重なりがおかしいなと思ったらですね、その編集したい写真なりテキストを右クリックしてそしてこうですねレイヤーへ移動、ここにレイヤーがたくさん出てきますんでこれ選ぶと、ドラッグ&ドロップでやらない、必ずコンテキストメニューを使って重なりを変える、レイヤー移動させたいレイヤーを選ぶというふうにやると正確にかつすごい早く作業ができます。まず一つはこの方法をですね覚えておいてほしいと思います。そしてもう一つですね、さっきのテクニックの今順番にちょっとやってますけれども、でこのサンプルファイルは先ほど の QR コードのところに入れておきますので後で試していただけると思います。マスターページですね、これもですね使う使わないでもうかなり効率が変わってきますのでご紹介したいと思いますが、今4ページあります。ホーム、新着情報、新製品、お問い合わせというふうにあります。でマスターページというのはこれ下がマスターページなんですね。インデザイン使われている方は分かると思うんですが、共通するページで共通する、ヘッダーとかフッター、マスターページに置いておくとそれを全ページに適用すると、例えばこういうふうに重ねるとこう重ねていきますと、今このマスターの B というマスターがこの2つのページに適用されていると、これもドラッグするだけです。でこのマスターページもですねこう重ねられるんですね。例えばこの一番右端の D マスターをこれをですねこの C に今重ねました。でこれをこう B に重ねます。そしてこの B をA に重ねます。そうするとこう全ページに入りますよね。全ページに入ったんですが3つ4つのマスターページが重なってるんです。ですから例えばじゃあこの明るい青の部分を100ページあったとしてですね、明るい青い部分を全一気に編集したいと、そしたらこの D マスター4番目のマスターをですねちょっとじゃあ色を変えてみましょう。はい、こんな形で変わると、部品ごとにですねマスターをこう分けておいて、マスターに重ねてその重ねたマスターをまた新しいマスターに重ねるという、ちょっとややこし言うとややこしいんですが、紙にこう書いていただくと分かると思うんですけども、こういう形で、
まあ、これもですね、右クリックしてこうですね、右クリックしてマスターのところですね、マスターのところからこう選べます。マスターなしにするとこう全部取れますね。ですからこういうふうに一個一個ですね、こういうふうに重ねていくこともできますし、こういうふうに今はまあ A マスターが全部全ページに入ってますんで、組み合わせてマスターページを組み合わせて使うこともできると。でこれ最初ちょっとややこしいんですけども、これをきちっと作っておくともう本当に効率化できますので、この方法もですねちょっと覚えておいてください。そして、まあ、どんどん時間がちょっとですねなくなっていくので、一番目玉のお話がちょっと危険な状態になってきたので、ちょっと待ってくださいね。これを全部やっていくとちょっと大変なことになるので、じゃあですねここで新しいミューズをちょっと、もうここが今日の本番なので、新しいミューズの方をですね、お見せしたいと思います。ですから、ちょっとですね今のお話、今ミューズはこんな風に作りますよと言いましたけど、ちょっと一部忘れていただきたいんですね。これから全然違うことを言いますので、これがですね今新しいミューズになります。ですからもしですねこれからミューズをやりたいということであれば、今のミューズではなくて新しいミューズから使うということになると思います。そして先ほどレスポンシブっていう、そのスクリーンの大きさに合わせて自由にレイアウトが変わるというやり方、デモがありましたけれども、あれをですねこの新しいミューズでどういうふうに作るのかというのをですねじっくりちょっと紹介したいと思います。で、まあほとんどですね今のミューズと変わらないんですが、例えばですねこの新しいサイトを作るときにこう可変幅とか固定幅とかってこう出てくるんですね。このあたりは今のミューズと全然違うところなんです。でこういう状態で、この上にですねなんかこうバーが出てます。これがですね今までなかったものなんですけども、ビジュアルメディアクエリーバーっていうんですけれども、ちょっとですねじゃあ簡単なものを作ってみましょう。じゃあ長方形とテキストをですね重ねてみましょうかね。長方形を、書きました。これ今書いたものも登録してるだけなんですけども、そしてテキスト、長方形の上にこうテキストを載せます。そしてちょっとこう真ん中にレイアウトしてみます。でこれをですねちょっとこう幅を狭めるとこれ伸縮しますよね。これ今までのミューズは固定幅だったので、縮めるとですねこう隠れちゃうんですね、当然幅が固定なので。新しいミューズはもうこう伸縮するわけです。じゃあこれをですねもう一つ、じゃあ別の長方形を書きます。でやっぱりテキストをですね載せましょう。でこれがですねこうドラッグでできるっていうのは実は本当に画期的なことで、こういうツールはないんですね。テンプレートベースのものはあるんですけども、こう2つ重ねました。これをこうなりますよね。で例えばこれをこう下にずらします。この場合も伸縮しますよね。でこれが基本なんですね。じゃあですねこれをちょっとブラウザーで確認してみて、ちょっとスマートフォンで見た場合どうなるかっていう、当然ですね、こうですね、こうなってスマートフォンで見ると、まあ、こんなになるともうとても読めないと。そうするとじゃあどうしたらいいかっていうと、これは段をずらして垂直に並べた方が読みやすいわけですよね。それを作ればいいだけなんですね。ちょっとやってみたいと思います。縮めていきます。で、もうレイアウトをもうこれはもうこれ以上ダメと
もうこんなの読めないっていうところをこうレイアウトが壊れるっていうことでブレイクポイントっていうことでこの辺りかなと思ったらですね、この上にこうアイコンがあります。これをクリックします。そうするとブレイクポイントっていうのが設定されて、ここでですね、じゃあレイアウトを調整してくださいということになりますので、ちょっとですね、じゃあこうずらして、もう全てがもうあれですね、あのマウスドラッグでやればいいんですけれども、こうやってですね、この今の狭い画面で読みやすいようにすればいいだけです。それだけです。もう他に何もしなくていいんですけども、こうやって下にこれオレンジを合わせて、これもまあじゃあ同じレイアウトにしましょう。ひたすらこれの繰り返しなんですね。でこうやりますと、ちょっともうちょっと上になります。こうですね、ちょっとブラウザーで見てみましょう。まあ、今非常に簡単なところですけど、これが複雑な、さっきみたいな複雑なものになってもやることは全く同じなんですね。スマートフォンで見たときは縦に並んだ方が読みやすい。で文字を大きくしたければ、スマートフォンで見たときは文字をちょっと大きくするということもできます。レイアウトを変えられるわけですね。で今までのミューズはこれを別々に作ってたんですね。ところがこういう形で作ると、一つのページでタブレットもスマートフォンも、スマートフォンの大きいスマートフォンも小さいスマートフォンも全部カバーできると。さっき言ったブレイクポイントを足していけばいいんです。本当に小さい画面で見せたいと、ちゃんと見せたいって言ったら狭めて、そこでブレイクポイントを設定して、そこで見やすいようにレイアウトをし直せばいいということなんですね。これをマウスドラッグだけで、これ本当コードで書くと結構大変な、ウェブデザイナーの方は分かると思いますけども、こんな簡単にできるというのは本当画期的なんですけども、ちょっと画像でもやってみたいと思います。で今のもの以外はですね、全く同じ、今のミューズと全く同じなので、その通り、あの先ほど言ったポイントでですね、ポイントの通りテクニックを覚えていって練習していただいて、それにプラス今のあのブレイクポイントを足しながら作っていくっていうのを加えていただくと、レスポンシブなページが作れるということなんですけども、ちょっと画像でもう一回試してみたいと思います。3つですね、画像を出して横にちょっと並べたいと思います。でこれもですね、このマウスドラッグでこうグリッドに合わせるということで、まあ一応数値でもできますけれども、マウスドラッグでグリッドにこうピタッとフィットするような形で設定しておくと、短い時間で正確にレイアウトできると。じゃあこれもですね、こういう形で、横に並びます。で、この状態で、まあ、せっかくなんで、グラフィックスタイルをちょっと、じゃあこれもまあインデザインで、にあるのと同じですね。グラフィックスタイルでちょっとこう影をつけたような感じにしましたけども、でこの状態で今画像を、単にあの画像 PNG の画像を配置したんですけども、これもこう伸縮しますよね。でもこうスマートフォンでこんなちっちゃくなると、もうこれじゃあもうあの全然インパクトないですよね。ですからブレイクポイントをまた決めていくわけです。でこの時にですね、縮小してなんかこう小さくなっていくとですね、どこでこう合わせればいいのかわからないんですよね。ですからこういう場合はですね、こう選択して右クリックで、ここでですね、サイズ変更のところでですね、今レスポンシブな幅と高さっていうのになってるわけですね。
でこれをですねこうなしにします。でなしにしてなしにするとこう変わりませんよね。この状態でこの辺りかなとこの辺りかなって決めたらばまたブレイクポイントですね。このブレイクポイントをクリックします。そして、まあ、これはタブレットぐらいの多分サイズなので、まあ、これはじゃあ下に1個だけ落とそうかなと。上2つにして真ん中に合わせます。そしてちょっと間を空けてこれだったら何かできそうっていう感じになってると思うんですけどももうこう合わせてですね。そしてこれ今固定になってますからこれまた元に戻すんですね。サイズ変更のところをレスポンシブに戻します。でここもレスポンシブ一回切りましたのでレスポンシブに戻します。そうするとこう変わりますよね。こういうふうに。そしてもう一回まあスマートフォンだとこれは縦に並べた方がいいかなということになりますので、先ほどと同じですね、レスポンシブじゃなくて固定に戻して狭めていきます。で、まあ、このぐらいかなと。だブレイクポイントをクリックします。もう常にこの繰り返しですね。そしてここでこの小さな画面で見やすいレイアウトをご設定していくと。そうすると裏側でこう非常に複雑なコードがこう今書かれているんですね。下に下げます。そして、レスポンシブに戻します。この繰り返しですね。あまりにもちょっと単純すぎて本当これでできるのかと思われるかもしれませんけどもですね、ちょっとこれはブラウザーで、パソコン、そしてタブレットではまあこうなると、スマートフォンでこうなると、まあ、非常に単純なんですが、この考え方で例えばウェブマガジンみたいなページを作りますね。そしてそれをタブレットで見たときにどの要素を上に残してどの要素を下に下げればいいか、あるいは図版をどう変えればいいか、スマートフォンで見たときに、まあ段組であればそれをこうシングルカラムにするわけですね。じゃあどういうふうに順番に変えていくかというのをまあスケッチしながらですね、あとはもうミューズを使ってひたすら今みたいな作業ですね、ブレイクポイントというのを設定しながらその画面に合ったレイアウトをそれで作っていくと。そうすると最終的に1ページしかないのにあらゆるデバイスで見やすいページになると。これは今までウェブデザイナーの方が例えばブートストラップとかですね、そういうフレームワークを使ったり、もしくはもう直接こうコーディングして作っていたものなんですが、これが今みたいにドラッグだけで HTML、CSS 一切出てこない、 JavaScript も一切出てこないんですね。ここで全てできると。でさらにですね、ちょっと やや上級にはなりますけれども、 Muse と同じように HTML、CSS 使わずにですね、アニメーションとかインタラクティブなものを作れるですね、 Edge Animate というツールがあるんですね。これも Creative Cloud のユーザーであればダウンロードして使えるんですけども、それでですね、例えばアニメーションを作ってここに配置します。そうするとレスポンシブなアニメーションのサイトというのが簡単に作れるというのをちょっとお見せしたいと思います。 Edge Animate というですねツールがあるんですね。これも HTML、CSS 使わずにやっぱりマウスを使ってこうアニメーションとかクリックしたらなんか展開するみたいなものが作れるソフトがあります。これで作ったものをですね今こう読み込みました。でこれをですね、今ミューズに配置してちょっと背景の色をですね、
同じ赤にじゃあしましょう。これをブラウザーで見ますと、あ、これもミューズで見た方がいいですかね。ミューズのじゃあプレビューでちょっと見てみます。狭めていくと、こうレスポンシブではないけれども、それなりにアニメーションのこうスタイル、今狭い画面で見たときにはこういう動きになりますね。広げたときにはこう展開すると、まあ、こういうものがですね、 HTML、CSS 使わずにドラッグ&ドラッグで作れると。まずは基本的なところをですね、押さえて、そして新しいミューズのレスポンシブの機能を使って、何をやればいいかっていうのは、今お話何もしなかったように何もしなくていいんですね。ミューズの機能はこれしかないので、ひたすらですね打っていくと、ここですね、先ほど言いましたけども、コンテキストメニューを使う、そして、マスターページを使うと。でグラフィックスタイルとか、まあ、同じなので説明省きましたけれども、で、こちらですね、こちらのところに今のデモンストレーションのサンプルファイルを入れますので、まあ、もし帰って、ミューズがあるんであればですね、ミューズを使ってちょっと実際に触ってみてほしいと思います。何の知識もいりません。触るだけでやってみてください。そして新しいミューズが出たら、考え方をちょっと切り替えて、先ほどのブレイクポイントを設定して画面を狭めていって、レイアウトを自分で作っていくと、これだけで試せますので、これでそのマルチデバイスのページをですね、ぜひ作ってみてほしいと思います。ということで、ちょっと足りませんでしたけれども、先ほどの情報サイトをぜひ見ていただいて、実際に試してみてほしいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。